どうも、こうちゃです。今日もチャームさんでお買い物をしました。よっこいしょ。ちょっと失礼。よいしょ。エーハイム、箱はエーハイムなんですけど、なんかエコ梱包って言って箱の再利用みたいです。全然問題なし。中身はじゃん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 、ほい、こんな感じですね。こんな感じで入ってます。一旦下ろします。ちょっとまず1個目、じゃん、テトラオートワンタッチフィルター AT30 です。これすごい使いやすい、大変おすすめです。なんといっても水流が穏やかです。あと音もね、全然出ないですね。2個目、テトラオートワンタッチフィルター AT50 です。まあ大きいのとちっちゃいのですね。これ何個目だろう。50は多分3個目ですね。リピート買いでございます。 AT30 はどうだろう、20か30がうちに2個あったんですけど、1個壊れました。こちら AT45、60、50、60 のフィルターの中身のフィルターですね。交換用です。これも必須です。次、じゃん、テトラツインブリラントフィルター2個目です。またリピート、毛がついてる。これスポンジだけだと500円だったんですよ。スポンジ、交換用のスポンジが500円で2個欲しかったんで、そうすると1000円かかるじゃないですか。でもこれ買うと895円なんで、スポンジ2個買うよりはこっち買った方がお得かなと思ってこっちを買いました。この棒もついてきちゃうけど、そのうち使えるでしょう。フィルターばっかだ。はい、こちらスポンジフィルターのスポンジだけ。あー、でも穴結構ちっちゃいな。私の小指が程よく入るぐらいですね。もうちょっと大きいやつが 25mm、 何やってんの、 25mm だったんですけど、どうだろう。これナノスポンジフィルターマルチ交換用 XXS です。じゃん、テトラバイオフォームキット、まあ、二重にできる、こちら AT50 用のフィルター、2層式にしようかなと思ってこちらを買いました。ほんとフィルターばっか。じゃん、水草その前に10個買いました。10個。わー、ラテちゃんがかじってる。ラテちゃん、ダメよ、かじっちゃロッカーが。これってプラナリアも効くのかな。農薬とか付着生物、貝の卵など腐敗菌の除去、プラナリアいけるのかな。主にプラナリアのために買いました。ラテちゃんにピントがいってる。プラナリア効くよね。これ皆さん、これ効きますよね。プラナリアつながりなんですが、次はじゃん、プラナリアキャッチャー LSS 研究所。なんだろうこのエロスエロス、なんだエロスってどういうことだ。プラナリアキャッチャーです。プラナリアコロスマンです。プラナリアおじさんです。とご使用方法は、ご使用方法はこちらからって書いてあるんですけど、多分チャームが動画作ってて、あ、これ良さそうと思って買ってみました。どうですかね。ちょっと楽し、これはすごい個人的に楽しみ。プラナリアに悩んでる人結構いるみたいだったんで。じゃん、危ない葉っぱ。いや、危なくないんです。これはあれですね、マジックリーフですね。高いな。なんかね、マジックリーフって桃棚の木の葉っぱらしいんですけど、沖縄とかに結構咲いてるみたいで、欲しいな。沖縄に住んでる人最高じゃん。で、今桃棚の苗売ってないかすごい探してます。種は結構売ってるんですけど、結構種から芽を出すのって大変らしいんで、苗売ってないかな。他にも調べたら、クヌギの木とかカキの木もこの危ない葉っぱに、危ない葉っぱの効果があるそうです。で、ただクヌギの木は調べたら、虫がすごい寄ってくる、あのカブトムシとかがよくいる木ですね。ちょっと怖いかな。で、柿の木は毛虫がいっぱいつくよってフォロワーさんに教えてもらったんで、やっぱ桃棚の木が欲しいな。長いな。はい、じゃーん、ジクラ、重いよ、ジクラウォーター
1000ml。 これなんか、これホームセンターに売っててすごい高かったんですよ。でもチャームだとすごい安くて、チャームで買った方がいいなと思い買ってみました。効果はあるか分かりませんけど、可愛い B ちゃんのためにね買ってみました。重い、 1000ml、 1kg、 一番でかいの買ってみました。じゃん。次はテトラテスト。これはアンモニアのテスト。アンモニアが水槽にあるかないかをチェックできる実験。実験ではないけど実験ですね実験ができる、こういうキットが入ってるみたいです。まあ、一応テトラの試験紙のやつは持ってるんですけど、まあ、こっちのが正確かなと思い買ってみました。でもいいお値段するんですよね。まあ可愛い B ちゃんたちのためならいいか。で最後はちょっと重い、はい、マスターソイール。私の水槽はほぼ全部マスターソイールです。マスターソイール信者です。8リットル、重い。これは下に下ろしておきます。で今回のおまけ石です。サンモリロナイト。なんかエビにいいらしいです。ビタミンじゃない、なんだろう、何かが出るって書いてありました。カルシウム、忘れました。でもいい石らしいです。使ってみたいと思います。であとはチャームではないんですけど、タニタの測りを買いました。 1g から測れるやつですね。1000円だったんでいいかなと思います。以上、15,117 円でした。私1ヶ月に1回チャームで買い物してるってツイッターで言ったんですけど、よく見たら2ヶ月に1回でしたでなんかチャームさん送料いつの間にかに値上げしたんですね。前まで4980円で送料無料だったと思うんですけど、6980円に値上がってましたね。残念ですね。まあその分なんか買えばいいかなと思います。水草1本とかね、挑戦してみたりとかいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ラテちゃんでした。ラテちゃんでしゅ。ラテちゃんありがとうね。